井川選手が失礼しました。サードは第6回ワンダホーロボットカーニバル代表です。でそしてロボットファクトリー制作ストームウェーブライトは韓国代表です。さあ韓国はいろんなところ先ほど1台 B 今勝ちましたので、はい、はい、あともう1台勝ち上がれるかそれではいきます。今日は絶好調であります両者、はい、それではいきます。第4試合始め。さあしかし手の長さが倍以上あるような感じですから、どうでしょうか。しかし下に回り込む。これはスタートか。おお、だめだ。これはどうだ。これ投げたのか。これ投げる。でも倒れてる。これはスターがワンダウンを取った感じですね。ワンダウン取りました。セミという判断ですね。なるほど。さあ先にダウンを取ったのはスターであります。ストームウェーブさんの長い手でダウンを使った。おお。ちょっと当たりましたね今。はい。後頭部ですか今。後頭部です。さあこれはスリップスリップ。はい、ダウン同士でやります。早いですね。危ない危ない。おっと、これはどうか。これは認められない。有効ではないという判断であります。はい、ちょ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 。おっと、相手の場合は素早く横に行く。ちょ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 。ちょ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 。あれ、おわ、ありますね。はいはい。あれがちょっと下だと危なかったですね。そうですね。おお。すごいな。おっと。さあ自分の体重をかけて次に行ったところでしたが、はい。バランスを崩した。はい。はい。あ、パンチだ。